はい、実はですね、ある日ね、その頭、例の頭がね、おいちょっと来いよっつって、いやまたなんか変なことあるかなって、車を横に乗せて、どんこう福屋に連れて、昔ね、その国道とか街道沿いにポンとなんか紳士服みたいなのあって、その洋服の青山とか春山とかそういうんじゃないですよ。もうちょっとこうじんまりして、それでも結構いいブランド、そのディマジオとかね、ピアスポーツとかね、そんなやつですわ。うん、そういうのをもうそれをちょっと廃りかけてきた時ですわ。うん、でもそういうヤクザ系のなんかゴルフファッションみたいなのがなんかあるんですよ。そういうところに行ってもう連れてって、おう太郎お前好きなの選べって、いやなんかまあいいですわっつって、でそこ入ってったら、その店員っていうか店長みたいな人が、ああどうもって、あよく知ってるとこなんだなっつって思って、はい、そう、ありがとうございますみたいな、お今日はこの男にちょっとな、いいやつ選んだってくれっつって、じゃあこれなんかまあでもあれもいいこれもいいって、まあ、別にその買ってくれるっていうのはそのね、ちょっと本当にあんまり安いこと言ってもあれなんで、まあ1万円ぐらいのなんかちょっとしたセーターみたいなもんでもいいけど、そんなもんじゃないって、なんかこのジャンパースーツって上下のセットのやつを持ってきて、なんかめっちゃいいやつですそれ多分。うん、だからもう本当にすごいいいやつで、これもう合わせてやってくれって、足のサイズやって、じゃあ取りにっていう話になって、いやありがとうございましたって、でお前金払ってくれたんですそこで数万円だから多分5、6万円ぐらいしたんじゃないかな、うん、で払ってくれて、で取りに行って、で取りに行った時、まあね、その店長が何々さん、頭で、何々さん、例のやつ、いやその時これ取りに行った時に、あ言っとくからっていう話で、自分も気にしなかったんですよ、気にしなかったで、ありがとうございます、ああ俺取りに行った時にまたちょっとなんか言ってきたら話しといてくれっつって言うもんで、何にも考えて、もうなんかもらった嬉しさで、もらった嬉しさでね、で行きました、取りに行きました、実はどういう風にさせてもらいましょうって言うと、えって言ったら、ね、何々さんが頭がああって思ってる、どれぐらいあんのって聞いたの絶対付けしてるわけじゃんこれ、いやどういう風に、いや、ぐらぐらいね、いやちょっと、いやはっきり言える、いやこちらもちょっといろいろ手違いがあって本当にご迷惑かけてあんまり言えないんですけど、でもちょっとって、もうちょっとって、いやって、うん、でもまあその、うん、結構ございましていろいろって、いろんな方が来られてあれしていくんで、まあその人たちもあれなんでって、まあいいで全部言ってみって言って、いやちょっと40〜50万ほど、40万ちょっとなんだそれ俺5万円で40万の決数からかとかまあいい、じゃあだけど今の話聞くと言いにくい理由がある、いやそうなんですよって、なんかすごいミス、寸法違いだからなんか違うこと、本当にそういうことがあるんですこの人、本当に寸法違いだった、なんか本当にや大失敗みたいな、間違えて渡しちゃってみたいなことがあって、それで別に結局頭払うよって言って請求できんでる、おもうそれだからっていかないわけで、おじゃあそうしてくれそうしてくれって言ってるうちに請求できなくてたくさんなっちゃって、もう実はって言った時、おう分かった分かった、女もちゃんと言わなあかんわ、いくらかって、そんなもん言ってくれりゃ、いやすぐはこのままいっぺんに払えんぞっていう当たり前の理屈だったんですね、それどうも無茶なことあんまり言ってないで、それの話だけど、これでも全然払わんわけにはいかんし、かといって負けるっていうわけにもいかないし、でも向こうもこっちはちゃんとやってるっていうのがあるから、すっごい言いにくそうなんですよ、なんでこんな時に言ってきたのかなと思って、まあでもやんなきゃいけないものはやんなきゃいけないんで、
うん、でまあ多少のところは端数は切ってもらってまあ払いますよっていうことで、もうさすがにそういう時って私たちもそのいっぺんでなんかあってもいっぺんで払うって払い方 したくないんで、あのじゃあまあ、 あの2回に分けて、じゃあもう要するに自分がじゃあ10万だか20万だか置いてったい、じゃあそれでってまた来月まずあの月末来るからその時あれするわって、うん、っていうもうこんな自分が責任持ってやるからっていうふうに言ったんですよ。ねえその服着てって貸しておお似合っとるやないかええやないか、やっぱわしが見ただけあるななあって、みんな他の貸しのところなんかして、ああいいですね、いやわしがあれしちゃったんだ、いやありがとうございますと、すごいなんか自分がしてもらってみてるけど自分倍ぐらい払ってますからね、それでだけどもうその感覚で自分やっときます、話したんか、もういいように話した、ここが食い違ってるんですよ、ここがですよ。だから自分はその変なことにならないのに、貸し代にしたらをちゃんと話したっていうのがもうきちんと話してグズグズ言わんようにした、自分は綺麗に払いましたよ、でも分割しましたよ、それ言わなかった。で1ヶ月ぐらいしてそこの道通ったら閉店になってるんですよ。びっくりして、えっってなんかまた貸し代に、いや貸し代そこ閉店なの、おーそうやろ、なんかおかしかったんやあいつこって、もう潰れると思っとったんやろ、だからまあなしまったって潰れで、どうやったんですかその対処、いやもう連絡取れんよって逃げとるみたいだぞ、いろんなとこからあれ見て、なんかそこもそこで経営不振だったんで、いやだから頭のところのやつが要はそうだからじゃなくて、結局ヤクザ相手に仕事してるから結局未就ってなってで、どうにもならんよくなって結局違うところから金借りてみたいなことが分かっとったっていう話みたいですわ。お前これあれどういう話したんや、いやーって言った時、よかったなこれ、こういうことだもん、分からん、もう払わんでよかったやんこんなのってなって、しまった、そんならそうやって言ってよっていう話ですわね。まあそんな時はね、うわ正直者がバカ見るって、今になってみれば別に悪いことしたのもうそれはそれでね、もうこれはねそのね、あの損失分をこの動画で取り戻したいですわね。皆さん2回か3回ぐらいは繰り返してみてください、お願いします。はい、あなんか伸びして、いい、あー取れんかったな、もう一回やってちょうだい、もう一回やって、いや猫の動画なのになんで喋りを優先したんだろう、あちょっとなんか動いてるからずっと寝とったの、これ皆さんこれ、これ何本撮りましたっけ、このああこれ正直言いますけどね、これあこういうこと言わない方がいいのか、やめとこうか言わない方がいいよな、やっぱりじゃ違いますよ、これねこの8本分かこれ、この8本分1日撮りですわ、これ1日に撮って8本分けてますこれね、うん、そういうことですね、ワンカットでいこうかなと思ったけど、そういうことを1回やってみました、8日分ね、はい以上です。